はい、今日はですね、ペン立てをね、作りたいと思いますね。まあ、なんで作るかというとね、今までね、こういうの、まあ、これも手作りなんですけど、こういうの使ってたんですけど、ちょっとね、いっぱいでね、こういうふうにね、ガチャガチャしてるので、これをまとめたいとね、思いますね。はい。じゃあ、ちょっとやってみますね。
はい、そうしましたらね、ちょっと今作ってきたので、お披露目となります。はい、こんなんですね。ただのシリンダーじゃねえかって思った人いると思うんですけど、まあその通りなんですよね。ちょっとね、入れてみますね、ペンね。今までね、このペンをね、まあ、こんなんとかね、ガシャガシャっとこう、ガシャガシャっとこう、入るじゃないですか。はい。それで、ここのタイミングチェーンのところには、これメモをね、メモ用紙をこう、入れるようにしてですね。それで、このバルブ、このバルブのとこに磁石をつけてやって、まあ、ここにはね、こういった、クリップとかね、こんなペタペタっと、まあ、なんかね、つけといたらいいんじゃないかなって。まあ、これで完成になるんですけど、まあ、ちょっとね、作ってみたんですけど、実はですね、この、シリンダー、TW の200という、オートバイですね、ヤマハのオートバイなんですけど、まあ、これね、自分が日本中ね、いろいろ旅して回ってたんですよ、これでね、以前。その時のものです。まあ、ちょっとね、それ事情があって解体したんですけどね。はい。その時に取っといたんですよ。自分が解体したんでね。で、これちょっと記念にね、取っといたんですよね。あれなんですよね。これで、冬のね、北海道をね、一人でね、キャンプしながらね、最北地のね、宗谷までね、行ってきましたね。これでね、ほんと懐かしいですよね。思い出いっぱいのシリンダーですね、これね、自分にとっては。はい。これちょっとね、まだ概要欄のところにね、リンク貼っとくのでね、ウェブサイトで、その時の旅の、様子というか、まあ、簡単なものね、載せてあるんで、よかったらそれ覗いてみてください。はい。まあ、そんなんですね。はい。じゃあ、まあ、これでね、完成となります。おしゃれ。奥さんどうですか、これ。おしゃれですか。ごついけど、え？いいと思います。一つにまとまって。 奥さん一つにまとまっそていいう、だっペンて。立ていっぱいだったから、もう邪魔だったの、掃除すね、るのもいいじね。ゃんね、これね、結構ね。ダメって言ってない。ダメって言ってないじゃんとか。まあいいや。はい。じゃあ、まあ、そんな感じでね。はい。今日も一日楽しく過ごしてみました。